で3つください。ここは女木島、女木島経由して小木島に行きます。口が乾燥してきた。眩しいよ。変わるよ。寒い。でも逆光だよね結局。うわっさって感じ。寒いんですけど寒い。前髪がすごい。前髪どういうこういう感じのがいい。到着しました。着きました。今ですね。すごい。アートがもう始まってる。なんか何これ数字？なんか文字とか書いてある。ねえ、おしゃれです。あ、タレンション。タレンションめっちゃ見てた。大好き。あ、はやさんのお話？これ何？これ何？これ何？はやさんの話。それ未来？未来？夕飯の支度ができたみたいです。あーお腹すいた。楽しみ。よいしょ。見た。うわー素晴らしい。どこ行こう。どこがいい。みんなこれ米。私の大好きな米です。やっとご飯だ。一食目いい匂い。お米のこれです。明日は何ご飯の家の朝ご飯は楽しみやで。はい。おいしい。米がめっちゃおいしいんですけど。
私はね、さっきまで配信をしてました。ポコちゃんをして、今からお風呂に入って寝たいと思います。今ね22時4分ぐらいなんですが、明日は8時から朝ごはんを食べるということで、夜ごはんもめっちゃ美味しかったから明日の朝ごはんも楽しみ。お風呂行ってくる。そして11時になる。バイ。オーシャンビュー。おはようございます。私、月のうさぎあと1分で朝食が始まる。化粧が間に合わない。あ、厚焼き卵。熱焼き卵あったかいみたいな。佐々木のりさんっていう2010年から、はい、瀬戸内国際芸術の荻島に参加されている作家さんなんですけど、これは2016年から、設置されたアキノリウムという作品で、まあ、自然のものを使って、まあ、音とか雰囲気とか動きとかを楽しんでもらうっていうところで、だいたいサイクルとしては10分ぐらいの。オーシャンビュー。どこでもオーシャンビューだ。坂道がいっぱいあります。すごい坂。こっちへ引き寄せたよ。